河村夏樹は日本の女性モデル、タレント、女優、元レースクイーン、T スタイルマネージメント所属。本名及び、旧芸名は河村忠雄。ゼンスウィーティスの元メンバー。モチュールサーキットレディ時代福岡県北九州市生まれの東京都育ち。父がオ声ボイ奏者、母がピアノ教師という音楽一家に育つ。6歳から。 クラシックバレー、14歳からジャズダンスを習っていた。2016年11月、2017ミスユニバース、ジャパン東京大会に出場し、大柳まゆと共に、リジン賞を受賞したほか、ビューティーキャンプ賞も受賞。これを機に T スタイルマネージメントとタレント契約し、2017年のスーパー GT500 クラス、モチュールサーキットレディとして、レースクイーンデビューを果たす。 2017年11月、昨年と同様、2018ミスユニバースジャパン東京大会に出場し、準グランプリ AFA 賞、ビューティーキャンプ賞を受賞。2018年3月、スーパー GT500 クラス、ゼントスウィーティスの同年度メンバーに選ばれ、サブリーダーとなる。これを機に芸名を、河村なつきに改名した。同年10月、初のイメージ DVD。 スウィーティーを発表。また雑誌、ゴルフトゥデーのイメージがあるユニットにあたる GT バーディーズにも参加する。2019年1月12日東京オートサロン2019で開催されたグッドライド日本レースクイーン大賞2018で日本レースクイーン大賞実行委員会特別賞を受賞。同年、2年連続で全都スウィーティスメンバーに起用されリーダーを務めており、 週刊ポスト掲載の特集、あなたが選ぶ例はナンバーワンレースクイーンで、読者投票1位を獲得。さらに、同9月1日発表の日本レースクイーン大賞2019、コスチューム部門グランプリ受賞や、産経スポーツレースクイーンアワード2019、初代グランプリを受賞し、注目を集めた。2019年10月5日、自身の公式ブログで、今シーズンで、 ベースクイーンを卒業することを報告。ネットフリックスで2019年10月11日から公開、ネットフリックスオリジナル映画、愛なき森で叫べで、女優デビュー。また山田洋二監督の映画、男は辛いを帰るトラさんにも仮面を出演している。2020年1月11日、東京オートサロン2020で開催された、グッドライド日本デスクイーン大賞2019で、 日本レースクイーン大賞グランプリを受賞。これにより、ゼントスウィーティスが日本レースクイーン大賞開催10年の節目に初の日本レースクイーン大賞3冠を達成した。だが、同年2月27日に発表されたレースクイーンオブザイヤーには選出されず、サンスポや R 級大賞グランプリと合わせた3冠女王は達成できずに R 級活動を終了した。 2020年6月より、東京 FMK 全国ネットのラジオ番組、リリー・フランキー、スナックラジオに出演。2021年1月、LINE コミュニケーションズから発売された、グラデュエーションが2020年グラビアアイドル、DVD 年間売り上げランキング12位を記録と、発表。同年三月十一日、リリー・フランキー撮影、プロデュースによる自身初の写真集、リアルミーが、 公文社より発売されるツイート動画ありがとうございます。